佐久間プロジェクト、本日は神戸ビジネススクールでインバウンド観光の活性化に取り組まれている三宮優子さんにお話を伺います。瀬野歩美と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず、インバウンド観光のお仕事とは、はい、具体的にはどのようなものをされていらっしゃいますか？はい、インバウンドっていうのは内向きっていう意味なんですけれども、うん、今外国の方がすごく日本にたくさん来られていますけれども、はい、突然始まったような動きなので、うん、皆さんその外国語での対応であるとか、はい、おもてなしで、はい、困ってらっしゃる方が多いので、はい、そういう支援をさせていただいております。あ、そうですか、ありがとうございます。今その外国の方ということが出ましたので、はい、聞いたことなのですが、はい、クールジャパンとクラシックジャパンがあると、はい、でクールジャパンはアニメとラーメンを指して、僕たちはクラシックジャパンを見るために日本に来日していると。じゃあクラシックジャパンは何だって言いますと、この日本の伝統文化とか伝統産業である、これをを魅了されて来日しているってことをお聞きしたんですね。はい、このことについて、はい、どのようなお考えをお持ちですか？はい、クールジャパンっていうのは、うん、しばらく前に政府が展開したキャンペーンの一環なんですけれども、うん、若い方たちに日本を知ってもらおうということで、うん、神社仏閣とかそういうことだけではなくて、はい、アニメとかおっしゃいましたように、うん、コミック、うん、秋葉原系みたいな、はいはい、あとハイテクの、はい、技術的なこととかそういうものもあるんだよというキャンペーンを展開されたわけですね。はい、でそれで、まあ、誘致は成功しているんですけれども、日本に来られた結果でもなんか、はい、古いいいものもいっぱいあるんじゃないかと、はい、でそちらの方がもっと知りたいのでっていうふうに今は移行してきていると思いますね。はい、分かりました。もう一つこの外国の方が言われたことなんですけれど、はい、着物ということにとても魅了されるということをおっしゃったんですね。はいはい、では着物のどのようなところですかって尋ねますと、はい、着物を実際着た場合 の歩いている時の絹ずれの音であったり、すれ違い沢のお香の香りであったり、はい、お辞儀をする時 の指先まで神経の行き届いた指先の揃え方であったり、あと季節折々 の自然を取り入れた和柄のモチーフの組み合わせですね、コーディネート、はいはい、こういうものに大変繊細なその文化と神秘性を感じるっていうふうにおっしゃられたんです。はい、この着物の文化についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか？はい、着物というのはですね、日本人は意外と意識していないんですけれども、うん、伝統衣装であり民族衣装なんですね。ですから日本人がインドの方の女性の綺麗なサリーを見て憧れたり、うんうんうん、韓国の方のチマチョゴリを、うん、見て憧れるのと同じように、外国の方たちも日本独特 の民族衣装として憧れていらっしゃるということと、あとは今五感を刺激するというふうに上手におっしゃいましたけれども、着物っていうのは隠す美だと思うんですね。ですから明けっぴろげに露出するのではなくて、そのちらっと見える裾の八掛の柄が合わせであったり、うなじであったり、手首がちょっとした動きで見えるとか、そういう時のドキッとする感じ、そこと、あと四季を大事にしますので、季節によって着物の種類が変わったり、またおっしゃったように柄が変わったり、そういったそのバリエーションの豊かなところにも惹かれてらっしゃるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。そしたら日本人女性の魅力っていうものを考えた場合、はい、とてもちょっとこう控えめということで、間口は狭いと思うんですけれど、奥行きがだんだん広くなって末広がりのようになっていると思うんですね。はいはい、でやはり私はもう勝手に日本人女性の魅力を三種の神器とつけさせていただいておりますが、はい、これは先ほどもおっしゃったように手首と足首と襟足だと思うんです。はい、これを上手に表現するのがやはり着物を着た時の所作であると思うんですね。
このようなことからやはりあのオリンピックも数年後にあります、はい、あの私たち大人の女性はやっぱり着物文化をはじめいろんな日本の文化をあの継承し伝承していかなければあのいけないなと自分ではあの思ってるんですけれど、そうすることによってやはりあの外国の方あるいはもう日本の方も全てあのもっともっと日本を好きになってもっと興味を持ってほしい、あの自分の文化を探るということでもあり、でそういうことを目指していきたいと思ってるんですけれど、サムさんはこの日本人女性の魅力とはどのようなものだとお考えになってますか？はい、何十年か前までは日本人女性といいますと外国人の方にとって憧れ、異常な憧れだったのがですね、奥ゆかしくて謙虚で男性を立ててくれて、あの三つ帯をついて一歩下がってあのっていうイメージを、しとやかなイメージだったと思うんですね。まあそこからあの時代の流れとともに日本人女性もそういったいいところも残しつつ、キャリアも持ち、自分の意見も持ち、はっきりと主張もできる、だけれどもやっぱり和を大切にして協調性を大事にして、あの皆さんを立てながらっていう、その新しい女性 の、 あの魅力というのが加わって、あの日本女性は非常に評価が世界中で高いと思います。ございます。日本女性は世界中で評価が高い、大変あの嬉しい意見をありがとうございます。で、あの本日はあの産後優子さんに女性ならではの視点であのグローバルなあのお話をお伺いすることができて大変嬉しく思います。ありがとうございました。